心見たものが心の底今も残るばあちゃんが俺の手を引いてる古びたメモリーレーン誰の人生も着火済みのろうそく過去は霞み遠のくぼんやりとその記憶思い出し向かう老人ホームロビー奥認知症のばあちゃん孫の顔も蜃気楼の中何にももう覚えてない末期症状おまけにパーキンソン病で足と両手が震え続け封じようがない封じの病橋が崩れてく後ろから勇気と名前を言っても忘却の彼方にある焼却炉の中弱るその体小さく感じた姿に胸が痛くなるくらい一室孤独を伺い知る侘しい82歳の手に重なる9歳と7歳の手その光景もいつかはメモリーであること言って今度は俺が手を引いてく生まれた時がスタート死者に弔い聖者にお悔やみ新世紀のおばさま4名宣告され去年天国後世へと路線変更ご礼前と先行手向けの反応家はかつてのまま生きてるような死に化粧まるでイミテーション見ただけなのに氷に手を触れたみたいお経と木魚何名暴れ元気をみんな何を持って瞑想安らかにと冥福を祈る礼服の人と永久の沈黙セレモニーホールの多層場遺族の顔は物静かな喪失感あまりに計り知れない悲しみを残し破壊し入る神羅万象輪廻転生死んだアート誰も知らない投稿今日は別れた恋人たちも生まれ変わってもう一度会うらしい生きるも死ぬも一緒と記号生も死もきっとご近所一歩の糸人の衣装リリックノートが俺の衣装死ぬ